でもこんだけなんか毎日練習あって試合も大会もいっぱいあって休みなくてもうメンテナンスとかもうそういうので一日終わったんじゃないですか。あ、そうですね。だからなんかそれが逆に言うとこうモチベーションっていうか、あ、そう、なんか美容室行ってで、あのまつげパンで、眉毛サロン行ってもうそれで一日終わるみたいな、なんかそういう感じになっちゃうんで。でもやっぱりなんか卓球選手でもほぼみんなすっぴんじゃないですか。だからなんかすっぴんが綺麗になることがすごい自分にとっては嬉しいというか、確かにやっぱそれで戦うからなんかちょっとでもみたいなのがやっぱあるんで、メイクできたらいいんですけど、メイク好きだしで、さっきもなんか私とか特にメイク向いてないぐらい汗がすごいから本当にすっぴんでどうにか、はい。